父さん、母さん、あ、それと姉さん、お元気ですか？おかわりありませんか？僕は今無人島に来ています。イカダが転覆し流れ着いてからもう何日経ったのかしっかりとは覚えていません。でも大丈夫、僕は元気です。だってシド、ヤシの実のジュースよ。湧き水で冷やしておいたの。うん、キンキンだ。主、果物見つけてきたよ。甘くて美味しいんだ。うん、甘々だ。一向にサバイバルが始まらないのです。不足する水、減っていく食料、見つからない脱出法、募る焦りと不信感みたいなのを想像してたんだけど、むしろ至れり尽くせりに拍車がかかってる。食べ物から寝床まで何一つ不便もないし、完璧超人と天才、恐るべし。くぅ、こんなはずじゃ。主、どうかした？なんでもない。ところで今日の昼食だけど、鶏の香草焼きでどうかしら。今朝買ったばかりの鶏を使うから新鮮よ。こっちも生きのいい魚が取れたばっかりだよ。日持ちしないだろうし、今日のお昼は魚にしよう。ここのところ魚料理が多くないかしら。バランスよく食べるべきよ。バランスのことを言うなら、栄養のありそうな魚を多めに取った方がいいと思うけどね。またやってる。アルファとゼータってこんなに仲悪かったっけ？ここまで来たらこだわりが強い以外にも何か原因がある気がするな。それが何かは分からないけど。肉よ。魚だね。うん、決まった頃にまた戻るよ。ちょっと浜辺を散歩してくる。はあ、息苦しかった。あの二人の空気がこの島で唯一平和じゃないよ。表だって喧嘩してるわけじゃないってのがな。まあしばらくここで時間を潰して。お、なんか砂浜に打ち上がってるラムネの瓶、なんでここに。中に手紙。あ、メッセージボトルってやつね。味のあることするな。どれどれ。その目は暗き闇の中に光る。刮目せよ、この世界に生まれ落ちた影の至宝に、うんぬんかんぬん。おお、やけに意味深なメッセージだけど。はっ、これはもしかして何かの暗号なんじゃ。だとしたらこれが示すのはきっとお宝だ。至宝とか言ってるし間違いない。よし、アルファとゼータの気配はなし。これを知ってるのは僕だけだ。あの二人に知られたら先を越されてお宝を奪われかねない。用心するに越したことはない。楽しくなってきた。リゾートの休息も至れり尽くせりのサバイバルも終わり、この夏はお宝探しの大冒険で決まりだ。主、遅いね。ええ、料理も冷めてしまったわ。もしかして彼の要望は肉でも魚でもなかったのかしら。そういうことなのかな。散歩してくるとか言ってた気がするけど。どちらにせよ心配ね。ちょっと探しに行ってくる。私も行くわ。さすがに夕方まで帰ってこないのはおかしいもの。ああ、まあいいか、一緒に浜辺を探すとしようか。